周りにアジサイの花がいっぱい咲く。今来ているところは尼崎市の農業公園であります。こうやってこの周りにはですね、アジサイの花がですね見事に咲かしてあるんですけれどもね、その農業公園なんですが、ちょっと田能口のですね、田能三丁目の方にいるんですが、こうやって住宅街になっていて、こっからでも実は入ることが、まあ、小さなですね、入り口になるんですけども、入れることができるようなんですね。こうやってですね、花がいっぱい咲かしてあるんですが、で、この農業公園、いわゆるアジサイが咲いているところから右に行くと、花小便があるんですね。で、今回は尼崎市の農業公園をですね、探索してみたいと思います。こうやってアジサイがですね、本当に綺麗に咲かしてあるんですが、花小便園はこの道から行きます。ちょっとですね、山道のような感じになっているんですね。この山道をですね、上がってくるとですね、このように緑の木がですね、いっぱい、植えられていて、そしてこのように竹やぶがですね、立ち並んでいるんですよね。稲川沿いの方へと言ってきたんですが、まあこの中にもですね、少しですけれども、花勝負がですね、咲かしてあるんですけれどもね。その右側に行くとですね、アジサイがいっぱい咲いてあるんですね。こうやってアジサイにも実は名前がついていてですね、こちらがブルースカイという花なんですね。そして右側の方にはこうやってアジサイの花となりますね。こちらが隅田の花火というですね、ガクアジサイの花になるんですね。そしてこのように白い花が咲かしてあります。まあ、なんといってもこの尼崎のですね、花名所ということもあって、まあ、平日にもかかわらず、まあ、多くのですね、方がいらっしゃってて、こうやって、この花菖蒲の花を取っていらっしゃる風景が見られますね。花小便から少し離れたところなんですが、この建物の中にですね、お手洗いがあります。そしてですね、こうやって、こちらにもアジサイがですね、青、紫、そして白と咲かしてあるんですね。そしてこちらがバラ園になります。6月を過ぎたんですけれどもですね、まだですね、いっぱいいっぱいバラの花がですね、こうやってですね、色鮮やかさを残しているんですね。まさにもう左右それぞれにですね、バラが咲いてあってですね、まあ、そこにですね、緑の屋根のついた休憩場所があります。ちょうどですね、手前の方にも水飲みができる手洗い水道があって、そしてこちらの方に行くとですね、大きな、芝生がですね広がるということですね。こちらが農業公園のいわゆる正面ということなんですが、その向かい側に行くとですね、このように田んぼがですね広がっているんですね。そして農業公園の案内図があります。花菖蒲がおよそ25,000株、バラが3,000本、そしてボタンがおよそ7,000本あって、まあこの夏場になるとですね、勝負、
花菖蒲、そしてですね、アジサイがですね、いっぱい咲いてくるということなんですね。このような感じになっていて、まさにですね、尼崎市のですね、緑の庭園を感じさせる公園ということなんですね。まあ、昭和55年、1980年に国交省、兵庫県、そして阪神水道企業団、関海電力と農家の方々の協力によっておよそ 3.5 ヘクタールの農地を活用した、公園ということで、四季に問わずですね、四季花々のですね、花が楽しめる公園ということで、まあ、その農業公園からですね、稲川沿いをするとですね、園田競馬場の裏側に行けるということなんですけれどもね、まあ、その農業公園なんですが、大火災避難場所にも指定されていて、こうやって駐車場もあるんですね。いやー、本当に今日はですね、梅雨のまさに中休みという感じで晴れ渡ってくれまして、まあ非常にですね、いい感じでですね、取材ができたんではないか、そして花の、ね、素晴らしさを感じたという印象を持たされましたね。今回は尼崎市の農業公園をご紹介しました。